田中くんおはよう。めいちゃんおはよう。うん、おはよう。おはよう。あ、おはよう。ねえ、昨日何見てた？水曜日のダウンタウン。めっちゃ見てた。クロちゃんのやつさ、やばいよね。最近部活動？順調なんだ。そっか。数学のさ、山下先生の授業さ、なんかついてくの大変じゃない？あ、そんなことない。そっか。いや、なんか話すの早いなーって思ってたかなーって。女の子はじめました。ため息はビオロンの調べに似て。は？別に私カイト君と付き合ってないし、たまたま帰る方向が一緒だから一緒に帰ってるだけだし、勝手なこと言わないでくれる。いや、あの、ふざけて校長先生のパンツを校庭にぶら下げたことは本当に申し訳ありませんでした。もう二度とそのようなことはいたしません。校長先生にも恥をかかせたし、パンツも盗んでしまって、なんか本当にごめんなさい。申し訳ございませんでした。ごめんなさい、本当に。はいはい、動きをつけます。来てる生徒は大きいけど男物かどうかって別に、どっちでもよくない？カイト君のやつ。え、誰にも言わないでよ。いや、今日寒いなみたいな風に言ったら、俺の貸すよって言ってくれて来てるだけ。何？にやけてないし、にやけてないし、いや、来てないし。女の子はじめました。ため息はビオロンの調べに似て。すいません、カイト君いますか？何お前ら、カイト彼女が来たぞ。話あるんだけど。二人とも熱々ですね。早く。どうぞどうぞ。もしかして別れ話か？失礼しました。ゴミ当番二人やる人いないから、カイト君と私でやればって？やだよ。なんで？そしたら二人でいる時間が増えるじゃんって。いや、それ。ただみんなゴミ当番やりたくないだけだよね。こっちもやりたくねえわ。カップルだからってやりたくねえわ。雑用押し付けんな。石板何番だった？2番か。え？別にわざわざカイトの隣にしなくてもいいよ。え、いいのに。うん。いいって、そんな気使わなくて。いや、いいって。女の子はじめました。ため息はビオロンの調べに似て。みんなおはよう。え、マジクソ眠いんだけど、やば。え、なに？あ、別にカイトとは帰ったこと全然気にしてないから大丈夫なんだけど。全然気にしてないんだけど。むしろやだこの雰囲気。何？え？みんな雰囲気重くない？重すぎてハッカーと思ったわ。とりあえずトイレ行ってくるわ。うん、おはよう。あ、何？顔変わった？え、無理。何？何言ってんの？無理。あ、くそ、無理。